島並たそかれ、星さん。田舎町に住んでいるゲイの高校生の主人公にしたホモセクシャルや性別をお題にした力作。この漫画は非常にピーキーな作品であり、田舎という排他的な文化や風習が存在する、昨日喋ったゴシップが村の先まで広がるような監獄で、ゲイの高校生がノンケだと思われる高校生に恋をするというクッソ激烈に約束された学園カースト再開からの不登校しか見えないゲイ文学作品。この漫画はホモセクシャルの人族との距離感の取り方の教科書としてクッソ激烈によくできている作品であり、大抵のホモは空気になりたいと思っている。しかし社会は未発展なので善意の押し付けでホモが傷つくことや、ホモがノンケを好きになる生きづらさだったり、ホモと接するノンケの難しさといったディスコミュニケーションをものの見事に描ききりっている力作。この漫画を読むと都会に住むホモセクシャルはとても恵まれているということがクッソ激烈によくわかる。ビアンバーやゲイバーがちょっと足を運べば存在するので、潜在的ホモセクシュアルの人族はそういうサンクチュアリが身近にあるから、そこでアイデンティティを守ったり育てたりできるので、そういうサンクチュアリが存在しない田舎のような場所はただただホモにとっては生きづらい場所なので、何よりも都会なんかよりもホモとの距離感の取り方とか付き合い方がお互いにこなれていないし、田舎はちょっとしくるとすぐに学園カースト最低編まで落とされるからね。よく地方出身の人族は都会は冷たい、無関心だと話をたまに聞くけど、その無関心は一部多数のホモにとってはとても温かい振る舞いなので、ホモが手をつないで歩いてても気に留めるかもしれないけど噂が広まるわけでも社会生活に致命的な支障をきたす確率がクッソ激烈に低いからね。都会は無関心ゆえに少数が自分らしく生きられる場所なんだよ。